おはようございます。おはようございます。浜松ですね。浜松来ましたよ。いいプール、割とあれですけど、今日は1個目と半振りに出ます。頑張ります。いやー、元は50と100の自由形久しぶり。50は23秒前半出します。エクスカリバー、愛子さん遅れて到着。本当に泳げないかもしれない。エスコ浜松第4レーン宮第4レーン横山智代ゴールドフィッシュ。さあ、行くぞ。第4レーン川崎愛子エクスカリバーセールチーム。非常に痛そうです。今のはうちの子の叫びです。
さあ、エクスカリバー代表黒川成立選手、100m 個人メドレーに出場です。お腹の肉が乗ってます。第5レーン黒川成立、エクスカリバー選手チーム代表。5秒90、いい前半。あー、いけいけいけ、おい、まくられました。大会新記録、おめでとうございます。蜜銀乗ってる肉がなくなれば彼だと思うんですけどね。代表、代表歩くたびにお腹がポヨンポヨン、オリンピアンの同期とお話ししてます。そしてこの顔である。お疲れ、エクスカリバユージ。いいスタート。0.70。何度も来たやん。戦う VS 黒川、軍配はいかに。集中。
有事宣言待て有事有言実行やるだしで有言不実行かんねもう見てくださいこの体のキレの違いこれが1秒差がつく原因ですあの肉この肉ね肉この切れてる体もうちょっとだったみたいですね最強この顔である安い約7年ぶりの競泳水着を身にまとった中京大学女子主将大会新記録なんか背中は破れてないかあれあれは破れてないかピラピラしてるぞ7年ぶりのガチレースで背中の筋肉が盛り上がり水着がはち切れましたお疲れ様でマッチョメン。いいね。第4レーン、ベッドボールチーム。また噛んだ。第5レーン、ベッドボールチーム。集中。ユージ、ナリ、アミ、アイさんの順番です。0.64 おーい、あ、さすがリレー女懐かしのストレートアームですねさあ、行け、ラスト。さあ、タイムは。ドン。大会シーン。大会シーン。大会シーン。はーい。ユースたちはもうダウンに行きました。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナリさん、今日はレースの方はどうでした？今日は1個目と、ハンフリに出場しました。1個目は先週よりも1秒アップ。
小学生みたいなベストの更新の仕方したんで、まあまあテンション上がったんですけど、うん、まあでもブレが出てね、なんでもうちょっと頑張ります。はい、5秒で回れたのは良かったかなと思います。今日のメインのフリーはメインコンビやっていけばフリーも3秒で3秒99で泳げたら良かったんですけど、4秒06、刻むね。一応でもマスターズベストだったんで、次は3秒で頑張ります。フリーリレーもうちの層が熱くなってきたんで、またね、自分もレベルアップしていかないと、このままだと自分がメンバーから外れてしまう。レギュラー落ち、レギュラー落ち、頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様。レフ版、レフ版が、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日。いやー、そうですね、仕事が繁忙期で、ま、確定申告1ヶ月泳ぎないまま今日入水で1ヶ月ぶりっていう感じだったんですけど、まあそうですね、やっぱり練習は嘘つかないっていう感じで、なかなかのタイムだったんですけども、あの最後のリレーの方でみんなのおかげで大会史に出せましたし、まあ、今が多分一番あのそこなので2週間後のまた水路からまた徐々に上げていって、今年もまたマスターズベストとか出せるようにこれから頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。全然ついていけないですけど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はどうでしたか。大変勝負、大会心素晴らしい。25メートル平泳ぎが、マスターズベストまでと 0.02 秒、25メートル自由形が、マスターズベストタイということで、6年前の記録に達したということで、またさらに6年戻したいと思います。はい。やっぱり要因は痩せたことか。 1% 体脂肪。25は集中と気合とテンションでいけます。おお、ご参考に。また次回の動画でお会いしましょう。勝手に締めにかかってる。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、ゆりさん。最高です。練習不足ですか。不足のように2年ぶりぐらいの100のレース52秒0、大会新、素晴らしい。50のレースはまあ、ね、あとちょっとで22秒台出せたんで、ちょっと欲張りたかったんですけど、とりあえず大会新。なんか練習不足っていうのがもう本当言い訳でしかないことでね、証明できたんで。てかピラティスがすごくいいんですよ。皆さんピラティスやりましょう。詳しくは概要欄からあのリンク引いてもらって、確認してもらって、はい。いや、満足できたレースだったんで、今から美味しいご飯食べに行きます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お初のレースマスターズデビュー戦ということで、まず自己紹介をお願いします。え、ちょっと。じゃあ改めてお名前のお願いします。はい、アミです。成田富士の大学の同期です。今日は6年半ぶりにレース復帰しました。素晴らしい。よかったよ、誘って。ありがとうございます。よかったよ。アミはこう見えてね、日本選手権出場だったり、まあ中京大学の女子主将だったりね、インカレ中レースの女と、ああ、すごい、タフな女で知られるね、鉄人アミですけど、今日は鉄人アミの復帰レース、まあハプニングもね多々あったみたいで、どうでした。マスターズデビュー戦、そうですね、なんか案外緊張しなかったなっていう感じだったんですが、さすが。それこそやっぱ泳いだらもっと早く泳ぎたいなって思って。さすが、これからも出よう、意識高いぞ、一緒に出よう。いやー、また機会があれば出ます。はい、機械は作るもんですね。いつでも待ってます。機械はいつでも。水着破れても泳ぎ切り、スタート組めなくても泳ぎ切り、いろいろ事故はあってもね、ちゃんとなんか女子と思えないテンポで泳いでくれたんで、すごく頼りになる女子選手が加入して、エクスカリバーもね、アリさん盛り上がってきましたね。いやこれから楽しみですね。楽しみですね。またよろしくお願いします。お願いします。なんとか腕は回ったので、また出ましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、次のレースは4月頭の淡水路シリーズ、みんな頑張っていきましょう。はい。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。
バイバイ、じゃない、リクスクルバー。